ニューナンブ M60、ニューナンブ M60 は、新中央工業、後に、ミネベア、現、ミネベア三つみに、九州合併社製の回転式拳銃。1960年より、日本の警察官用拳銃として調達が開始され、その主力拳銃として大量に配備されたほか、麻薬取締官や海上保安官にも配備された。生産は1990年代に終了したが、 現在でも依然として多数が運用されている。内務省警視庁及び府県警察部時代、日本の警察官は基本的にサーベルを廃用するのみで、重火器の装備は刑事や特別警備隊、用人警護要員や外地の警察部など一部に限定されていた。その後、連合国軍占領下の日本では、警察官の縦脇を廃止し、拳銃を携行することに、 なったため、もともと保有していた拳銃だけでは足りず、日本軍の武装解除や民間からの回収によって、入りされた国産の拳銃も用いられていたが、それでも、充足率は低く、また配備された拳銃も老朽品が多く、種類も雑多であった。1949年夏よりこれらの拳銃は GHQ に回収され、代わってアメリカ軍の装備からのとも、対応が開始された。 しかしこれらの供与拳銃にも老朽品が多く、特に M1917 リボルバーは、対応年数を過ぎて、動作不良や精度低下をきたしていたほか警察用としては、威力課題であり、大きく重いために常時携帯の負担が大きいという不具合も指摘されていい。60年安保対策として、警察官が増員され、再び銃器の充足率が低下していたこともあり、 まず1959年より S&WM36 などの輸入による新規調達が開始された。しかし一方で国内産業の寛容や製作技術の存続を図る観点から防衛庁、警察庁、法務省、海上保安庁などが装備する公用拳銃の統一化、国産化が施行されるようになっており、1956年9月、 日本兵器工業会は通商産業省の指導の下で拳銃研究会を設置して検討に着手した。そしてその検討を踏まえて1957年より新中央工業において国産拳銃の開発が開始れた。この時自動拳銃2機種と回転式拳銃1機種が開発されたがこの回転式拳銃が本銃であり当初は M58 と称されていた。なお、自動拳銃として開発されたのが M57 であった。M58 は1959年11月に行われた外国製拳銃との性能審査で有料な成績を収め、1960年より警察への納入が開始された。昭和43年度以降、警察が調達する拳銃は本銃に一本化されることとなった。 基本設計は S&W 社の J フレームリボルバー S&WM36 など及び K フレームリボルバー S&WM10 などを元にしている。表面処理は当初はブルーフィニッシュであったが1982年頃より製造工程簡略化のためパーカライジングフィニッシュに変更されたその後間もなくブルーフィニッシュに戻された優もある。門は 固定式である。シリンダーは5連発だが、フレームがわずかに大きいため、J フレームリボルバー用のスピードローダーは使用できない。生産開始直後に、シリンダーの破裂事故が発生しているが、対策を施して1961年より、量産が再開された。また、シリンダーをスイングアウトするための差し掛け、シリンダーラッチは当初は、 薄い洗濯板状のものであったが、1980年代より、水性の尾のように後方を長くしたものに変更された、ほか、その後、さらに厚みを増す回収が施された。ライフリングは5畳右回りで、ピッチは1から15である。なお、オープンキャリーを想定した、重心長7.7センチメートルのモデルと、コンシールドキャリーを想定した。 重心長 5.1cm のモデルの2種類が生産、配備された。トリガーメカニズムはダブルアクションとシングルアクションの両用である。ダブルアクションではモデルとされた S&W 社の製品のようなトリガープルの精密さには欠ける一方、シングルアクションでの射撃精度は極めて高く 7.7cm 重心モデルであれば 25m 固定射撃で2インチ。 約5センチメートルほどの幅にまとまる集団性能を発揮できる。日本の警察では本銃の採用期間が長く、この射撃精度に慣れ親しんでいたため、1990年代の本銃の生産終了後に S&WM37 を調達した際には、射撃精度が本銃のレベルに達しないことが、問視され、メーカーの担当者を日本に呼びつける騒ぎとなった。 サイドプレートは当初は S&W 社の5スクリュータイプをもとに用人金付け根のシリンダーロックスプリング用スクリューを省いた4スクリュータイプであったが1964年より S&W 社の仕様変更に倣って3本スクリュータイプに変更された。またグリップには膨らみが持たされており握り心地は悪くないが前期生産型では 縦方向の長さが足りずに小指が遊んでしまうことが多く、チェッカリングも甘かったため、1980年代にグリップパネルが改良され、グリップ全部を延長してフィンガースパーが付されるとともに、チェッカリングも深くなった。なお、グリップパネルはいずれもプラスチック製で、当初はライトブラウン、蒸気改良が施されたものはやや濃い、ブラウンとされている。警視庁及び、 各道府県警察本部の警察官のほか、航空護衛官、海上保安官、麻薬取締官、麻薬取締員など、特別司法警察職員の一部にも配備された。1975年には、製造元である新中央工業がミネベア社に吸収合併されたが、1990年代、中盤の生産終了に至るまで、一貫して、同社で生産され続けた。 生産終了後は、S、S&WM37、2006年に、同銃の販売が終了した後は、S、S&W 社の拳銃に、所定の改正を加えた S&WM360J 桜と、いずれも、38スペシャル弾を連発の回転式拳銃の、調達が継続されている。警視庁や大阪府警など都市圏の機関では、常時拳銃を携行しなければならない。 制服捜査員に軽量な M37 や M360J 等を優先的に配備し、常時傾向の必要がない刑事課等の私服捜査員に二ン部 M60 を配備するケースが多く見られる。1960年代には射撃競技用のバリエーションとして M60 桜が開発された。これは 153mm の超重心を備えると、 共にフルラグタイプのアンダーバレルシュラウドを付し、証文はフルアジャスタブルリアサイトとして、グリップもアナトミータイプのフルアジャスタブルに変更したものである。山頂が試作されてヨーロッパに輸出されたものの量産されることはなかった。日本の警察が登場する刑事ドラマや小説、漫画、映画などに登場している。もっとも1980年代までのドラマで、 小道具に使われていたのは、ほとんどが実際にはありえないコルトローンや、ハイウェイパトロールマン41マグナムだった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。